どうも皆さんこんばんは、スタッフのトミーです。2010年一発目のムービーはナイキの新作アイテムをご紹介してみたいと思います。では早速行ってみましょう。ではまずはこちらの紹介です。コービーハボック T シャツです。T シャツの中からですね、今にも飛び出していきそうなコービーブライアントの躍動する姿がプリントに施されております。さらにこちらはドライフィット素材となっておりますので練習にも最適でございます。さらにこちらの T シャツはこちらの赤のものをご用意してます。続いてはこちらの T シャツの紹介です。コービーブライアントグラフィック T シャツ、バックのコービーロゴとですね、こちらのフロントのコービー24、このプリントの中にはですね、コービーのプレー中に見せる熱い闘争心を炎で表現したプリントとなっております。さらにはこちらもドライフィット素材となっております。でこちらの方も T シャツ2カラーご用意してます。では最後にこちらの T シャツの紹介です。ドライフィットスフィアエリート T シャツ、ナイキの速乾吸収素材であるドライフィットでできているため、どんなに汗をかいても、素早く吸収し常に快適な着心地を保ってくれます。非常に軽量であり伸縮性にも優れた素材を使用しております。着心地抜群のアイテムとなっております。そしてですね、こちらの T シャツカラーの方がですね、4カラーありまして、こちらの白黒と黒ピンク、白黄色と最後にコーンオレンジ、こちら好きなカラー4カラーのうちから選べますので、ぜひ要チェックお願いします。いくよ。では最後に、こちらのチーム729エアバックパックの紹介となります。ナイキから昨年発売され大人気だったエナメル素材のボールも収納できるチーム180バックパックがより使いやすくなって帰ってきました。前作同様、通気口がついたこのボトムコンパートメントにはボールをはじめシューズやウェアが収納することができます。また軽量で丈夫なエナメル素材を使っておりますので、雨にも強く長持ちするだけでなく高いファッション性も実現しております。さらに今作の最大の変更点はこちらです。肩への負担を軽減するためにストラップにナイキエアーショルダーストラップを採用しております。ナイキのシューズのクッションシステムとして使われるマックスエアをストラップに搭載し、長時間背負ってても疲れないバックパックとなっております。カラーはですね、こちらの銀とこちらの黒白と白赤青になっております。以上ナイキの新作アイテムのご紹介でした。2010年もプレイヤーズムービーでいろいろな情報を発信してまいりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。トミーでした。